田中突現肖像、金星名家肖像、田中突現文政6年3月21日は、江戸時代後期の絵師、縄瓶、字は古藤。別号は、潮、特注、家福休止、都合森あり、旧民など、復興や的への祖として知られる。門下に、浮田一景、渡辺清志らがいる。終わり国名古屋の出身、幼少時、日蓮習の寺に入門し、後に、 比叡山延暦寺で、天台宗を治める。ガオカリの葉の石田雄帝に学び、雄帝死後は原続して土佐派の土佐三津佐の門に入る。土佐派内部での突言の評価は高かったらしく、天明8年に22歳で早くも北京を得る。完成2年完成度大理小壁画の制作に三、三津佐加野道信、元九等と共に参加し、杉戸絵を描く。 文化3年三つ差だが没した後も土佐派に泊まり、三つ差だの維持、土佐光誠を支えて活躍した。文化14年には、終わり半を食いし、林領駅の尽力で200福画会を開催する。これは、単に生活のためだけでなく、眼病の治療のための上落費用と医療費を捻出するためと考えられる。夕食日に精通し、当時の土佐派の形式的画風よりも、 平安時代の山和への復興を目指し、伴え、大納言絵言葉や、佐竹本三十六河川絵巻をはじめとする古絵巻を熱心に模写、後に復興山和への祖として知られるようになった。文政六年、視力を失ったため下を噛んで命を絶ったと伝えられ、別号の都合もリあり、九名は岩病を暗示する号と言われる。去年五十七、改名は安城院突言故事、墓所は、 京都市東山区の否定時、現在確認される、作品数は300点以上、有年期作品は少ないものの落款の、突時の作りである、内の一画目、二画目の変遷から、おおよその画風展開を知ることができる。門人に、浮田一景、渡辺清戸土佐光誠。また、弟子ではないが、冷静へため近も突然に死縮していたという。彼らの作品には、 突現に習ったと思われるものが複数残っており、突現の影響力の大きさを見ることができる。ありがとうございます。